東日本大震災東日本大震災に対する日本国外の対応東日本大震災に対する北アメリカの対応友達作戦アメリカ海軍の空母航空部隊から救援物資を受け取る被災住民被災者に救援物資を届けるアメリカ海軍航空隊員燃料を提供した陸上自衛隊へ受領サインするアメリカ海軍対戦ヘリコプター部隊員 アメリカ海軍の空母艦載ヘリコプターから避難所を望む同国海軍兵。被災者と抱き合うアメリカ海軍の航空隊員被災者と協力して、瓦礫の撤去作業に従事するアメリカ水兵被災地へ転送するため、アメリカ海軍のドック型揚陸艦、トーティュガに積載される陸上自衛隊の車両空母、ロナルド・レーガンにて、 救援物資の輸送活動中のヘリコプター飛行隊、アメリカ軍空母所属のヘリコプター飛行隊員から受け取った救援物資を運ぶ被災住民。兵士が着用しているフライトスーツの肩には友達作戦のシンボルパッチがついている。これはアメリカ海軍関係者と長年親交のあった日本人が救援活動に感銘を受けて制作し無償提供したものである。 宮城県南三陸町のナタリ小学校の校庭に描かれたヘリパッドマークとサンキュー USA の文字友達作戦はアメリカ軍の作戦名の一つである。2011年3月11日、日本で発生した東日本大震災に対して行う災害救助、救援及び復興支援を活動内容とする。2011年3月11日に発生した 東日本大震災は日本では多大な被害が生じておりアメリカ政府も有料していた3月11日の当日中にアメリカ政府は日本に支援を申し入れ日本政府の要請により支援が開始されている作戦名は日本語の友達にちなんでいるこの後はアメリカ太平洋軍司令部に 北東アジア政策課日本担当として在籍中のアメリカ空軍退役軍人ポール・ウィルコックスを名付け親として太平洋軍司令官ロバート・ F ・ウィーラード大将が採用した。2013年に中日大使として着任したキャロライン・ケネディ氏はこの友達作戦実行の発端について2015年10月17日 在日米軍管理施設入産の US フォースセンターにて、米海軍司令部により主催された、日米消防フレンドリーシップパーティー、開会式挨拶の中で、3.11、友達作戦は、2001年9月11日に、発生したアメリカ同時多発テロに、日本の消防救助隊が駆けつけてくれたことに起因する、と、公の場でコメントした。 2011年4月5日までには大量破壊兵器、対策などを専門とする海兵隊の特殊部隊である、クバーフが到着。4月6日までに、友達作戦は、被災者の捜索、救援の段階から、福島第一原子力発電所事故への対応や、復興支援の段階へ移行した。アメリカ合衆国連邦政府は4月6日、 アメリカ軍が展開中の友達作戦の予算が最大8000万ドルであることを日本国政府に伝えた。現場での友達作戦としての支援活動は4月30日にほぼ終了した。マイケル・シファー国防次官補代理はアメリカ合衆国会議軍事委員会にて作戦は在日米軍を含めアジア太平洋地域に 前方展開兵力を持つ意義を示したと評価し、日本側に日米同盟の意義を再認識させ、中華人民共和国やロシア連邦に対してアメリカの存在感を示す意図もあったと述べた。本作戦では主要な在日米軍基地の多くが救助活動に活用された。今回の作戦ではアメリカ海軍、海兵隊、空軍が連携し、 統合軍の形態を取って活動している。作戦には2万4000人の将兵、190機の航空機、24隻の艦艇が参加した。3月25日からは在ハワイの常設司令部、組織、JTF-519 が横田基地へと移動し、統合支援部隊として指揮を取った。最初の司令官には、パトリック・ウォルシュ海軍大将、 太平洋艦隊司令官が着任した。アメリカ海軍は震災後3日後の時点で10隻の艦艇を現地海域に派遣している。米艦合同演習のために西太平洋を航行中であったロナルド・レーガン空母打撃軍は本州東海岸域に展開。震災翌々日の3月13日には海上自衛隊災害派遣部隊との震災対応に 関する作戦会議を実施している。空母打撃軍は、自らの関西ヘリコプターのみならず、自衛隊のヘリコプターのための洋上給油拠点として、運用される。空母、ロナルド・レーガンの将兵からは、毛布やセーターなど先着以上の寄付が行われている。ほか教習揚陸艦 SX の乗員からは、玩具が寄付された。4月4日、本艦は、 洋上での拠点としての任を終え友達作戦への参加を終了。通常の任務に復帰した。厚木海軍飛行場を基地にしている海軍、航空隊のヘリコプターは、津波発生直後から、捜索救難活動に投入され、その後は、食料などの救援物資を運んでいる。ミサイル駆逐艦、マッキャンベル及び、カーティス・ウィルバーの、関西ヘリコプターは、地震発生後、 暴走半島において、捜索救難活動に投入されている。揚陸指揮官、ブルーリッジは、地震発生後、帰港先のシンガポールにて急遽予定を変更し、救援物資を積載して、日本へ向けて出港している。ドック型揚陸艦、東急側、北海道から、陸上自衛隊の車両90台、人員500名を乗せて、本州へ向けて輸送する。 マレーシアに在泊していた、教習揚陸艦、エセックスと、ドック型揚陸艦、ジャーマンタウンは、第31海兵隊遠征隊を上艦させて、途中洋上にて、貨物弾薬補給艦、マシューペリーから、救援物資を受け取りつつ北上した。福島第一原子力発電所からの放射能が、懸念されたため、当初日本海に展開していたが、後に、 津軽海峡を抜け太平洋岸に移動する。エセックス艦内で行われたインタビューに対し、ジェフリー・ジョーンズ海軍巡将は、先見隊も今回の部隊も皆、主眼者だ。艦内放送で呼びかけたが、定員を確保するのに、10分もかからなかったようと、その士気の高さを語っている。沖縄中流アメリカ海兵隊は、震災で損害を受けることはなかった。 施設が無傷であったキャンプバトラーの第3海兵遠征軍は海兵隊の救助活動の速報動員を許可した。第31海兵隊遠征隊は揚陸艦 SX で被災地沖合へと向かい船舶が流されて孤立している宮城県気仙沼市の離島である大島に救援物資、工事用車用、電気工事作業員を揚陸艇で揚陸させ補給活動に当たった。 各種物資の輸送支援などを行い、4月1日からは300名以上の兵員も上陸し、フィールドデー作戦と命名された島内の残骸除去作業を行った。この作業は4月6日まで実施されている。揚陸艇による気仙沼大島への上陸作業は、海兵隊と陸海自衛隊、自治体との調整で実施された。 普天間飛行場を基地にしているヘリコプターは、厚木海軍飛行場に応援を派遣し、運用システムを確立している。アメリカ空軍は3月14日、カデナ基地から KC-135 空中、給油機を、交代要員と50名のエンジニアと共に、三沢基地に到着させている。他にも、ルイスマコード統合基地から2機の C-17、輸送機が、 救助隊と機材を輸送している。第265海兵隊、中型ヘリコプター飛行隊からは、CH-46 輸送ヘリコプター8機が、KC-130 空中給油機2機とともに、救助隊と機材の輸送を実施している。3月16日、カデナ基地の空軍第320特殊戦術、飛行中隊は、C、C-130 輸送機で移動し、 残骸除去が進んでいた松島基地に着陸陸路でもって仙台空港へと移動した仙台空港においては空港の保守作業を受け負っている前田道路等と協力し滑走路上の残骸を除去臨時の航空管制を開始した滑走路の確保された部分を利用し MC-130 輸送機を用いて航空輸送を開始している後には この復旧作業に海兵隊も投入されている。アメリカ軍はこの空港を使って200万トン以上の食料、水、毛布を被災地に運んだ。在日マイリク軍が保有する UH-60 汎用ヘリコプターのうち数機が救助活動に投入されている。3月14日にはアメリカ合衆国本土の第1軍団から救助部隊が到着し、 補給のための全身後方支援拠点を構成した。4月21日からは、ソウルトレイン作戦の名称で自衛隊と共同で、潜石線の駅、線路に流れ込んだ残骸の除去作業を行った。拠点となっている横田基地には、アメリカ海外災害援助局から、カリフォルニア州、 第2都市捜索救出任務部隊とバージニア州第1都市捜索救出任務部隊が派遣される。2都市の捜索救出隊はイギリスが派遣した約60名からなる災害救助犬チームと合流した。3月16日にオーストラリア空軍の C-17 大型輸送機がカデナ空軍基地に到着した。アメリカ空軍要員はオーストラリア空軍と 陸上自衛隊第15旅団を援助し、オーストラリア空軍輸送機は、物資と陸上自衛隊要員を積載して、日本本土へ向けて起動した。2011年3月14日、第7艦隊の報道官は、乗員17人が放射線被爆したと述べた。ただし、占領は少なく、1ヶ月間の日常生活で、自然放射線により被爆する、占領未満であった。 乗員らは、戦場及び、衣服の交換によって除染された。艦隊は、被爆を避けるため、ヘリの運用を一時的に中止した。2012年12月、友達作戦に従事した空母、ロナルド・レーガンの乗組員8名が、福島第一原子力発電所事故に関する正確な、情報を得られずに被爆したとして、東京電力に、 総額1億1000万ドルの損害賠償などを求める訴訟を米連邦地裁に起こしたと報じられた。2016年5月に、提訴に、元兵士らとその家族が加わって、約400人に達した。同年5月中旬、カリフォルニア州サンディエゴ近郊を訪れ健康被害を、聞いた、小泉純一郎元首相は、見過ごせないと涙を見せた。 同年7月、小泉氏は支援基金設立を発表した。しかし、アメリカの国防総省が2014年に公表した報告書で、作戦参加者の被爆は極めて低線量とし、健康被害との因果関係には否定的な見解を示しており、科学的なデータや根拠に基づく検証が必要とされると述べている。 アメリカ軍の医者を以前に務めていたジョナサン・ウッドソン国防次官補も2014年に議会に招致された際に局一部の兵士らだけが主張する健康問題が放射線によるものだという客観的証拠はないこととして関連性を否定しているアメリカ軍将兵の家族には自主体避許可が出ているが日本に留まって自主的な支援活動を行う者もいた厚木基地では 震災当日から、将兵の家族たちによって被災者への募金活動が行われている。三沢基地に勤務する将兵の家族からは、食料の不足している、震災個人数十人を受け入れた、児童養護施設での食料配給活動が行われるとともに、衣類などの提供が行われている。2011年4月4日、 空母ロナルド・レーガンにて、オペレーション友達と書かれた旗を送られる、防衛大臣、北沢敏美2011年4月11日、ウォルシュ司令官に謝意を伝える、外務大臣、松本武明日本国政府や、被災地住民からは謝意を示されている。4月4日に、三陸沖で、支援活動中の空母、 ロナルド・レーガンを訪れた防衛大臣、北沢敏美は、米軍に感謝と称賛を申し上げたい。今ほど米国が同盟国であったことを頼もしく、誇りに思う時はないと述べ、米国の迅速かつ力強い支援は、半世紀にわたる、日米同盟により、両国が培ってきた絆の証だとの間、直人首相のメッセージも代読している。気仙沼市大島においては、 4月6日の海兵隊の撤収時に多くの住民が見送りを行い、上陸用集艇には別れのリボンが付けられた。航空機向けの標識とともに、宮城県小永和町では、サンキュー USA の文字が描かれ、仙台空港そばの海岸には、住民によりありがとうの文字が作られた。平成27年4月29日、安倍総理大臣は日本の総理大臣として、 初めて、米国連邦議会の上下両院合同会議において演説を行い、友達作戦に対する謝意を改めて表明した。2021年3月7日には、気仙沼市の大島で、第3海浜遠征旅団の海兵隊員を迎え、友達作戦の記念碑が除幕された。沖縄県では、アメリカ軍や日米安全保障条約に対する、好意的な意見もあるが、 その一方、琉球新報は、在日米軍が、普天間飛行場の地理的優位性や、在中海兵隊の存在意義などをアピールしており、不謹慎だとの批判が上がっていると報道し、援助活動を利用し、県内移設への理解を、日本国内で深めようとする姿勢が、色濃く滲むなどとする記事を掲載した。また、 沖縄タイムスも3月22日付の社説でアメリカ軍は災害支援を理由に現施設規模を維持する必要性を主張するとし最前線で実際に支援活動に立つ兵士たちを称賛しながらも震災の政治利用は現に慎むべきだと断じた加えて北海道新聞も4月24日付の社説において ことさらに在日米軍基地の重要性を強調し、日米軍事協力の進化を求める動きには首をかしげると述べ、被災地支援のための出動を日本に米軍が駐留する根拠としてアピールする向きもあったと批判した。作戦に参加した第265海兵中型ヘリコプター飛行隊指揮官は、友達作戦はおそらく放射性環境下では、 最も有名な作戦になるだろう。また、この経験は戦略的な価値があると述べている。ありがとうございます。